ということで、どうも皆さん、こんにちは、こんばんはです。サギーリオです。ということで、今回も字幕やっていこうと思います。前回は確か2章をやってかな。女性を助ける手前までですね、やりました。ということで、次3章からですかね。あ、2章かまだ。第2章解放ってことは、前回間違ってね、どうしようと一緒ですね。さあ、裾を洗い流すか。とりあえず水ないな。さて、ということでやっていきましょう。水といえば、お、なんか棒切れが。これで作った水。これで、ダメだ。手で作った水はほとんどが溢れている。これでは焼け石に水もいいところだ。裾を洗い流すなど到底できやしない。何か水を汲む道具が必要だな。探してみよう。なんかありますかね。なんかある。尖った石の破片。これ絡められない？ダメか。なんかある。木でできた魚を掘るものだ。長く空洞になっている。これでどうかな。これ。まだこれだけで足りないか。裾を洗い流すですか？ああ、もう少し待っていてくれ。とても澄んだ綺麗な声だ。中の女は一体どんな様子をしているのだろうか。胸が踊ってきた。我ながら何とも不謹慎である。しかし感情など自分で操れるものではない。ここから出られる可能性を得たことで心に余裕が出たのかもしれないな。もう一回組んでか。これでどうだ。うめ、だいたい洗い流せたんじゃないか。ん、おう、蜂ですね、これ。なんだ、外壁に蜂のせいもあったか。つまり、お前らの家を攻撃したわけではないんだ。蜂は警戒するように辺りを飛び回っているが、どうやら襲っては来ないそう、来なそうだ。よかった。巣は洗い流したかい？あ、だいたい流したと思う。ならば、張っている生も切断できるはずじゃよ。来てもらえるかい？だよ？かえ？なんだか日本語おかしい。声が綺麗な時に余計利用感を覚える。しかし喋り方なんて人それぞれだ。気にしても始まらない。縄を切ればいいんだな。はい。とは言っても、この太さの縄を筋に切れるはずもない。縄が切れそうなものを探してこよう。持ってますね、もう。もう少し待っていてくれ。はい。お探しします。多分これですよね。尖った石の破片。これ多分、この石で縄を。よし、切れた。これでいいのか？開いた。開いたか。今までびくともしなかった森は何の抵抗もなく開いた。中に入るか。入る。ちょっとすいません。心霊学校からの脱出といいさ、四隅神といいさ、飼育さん最高やな。はぁ、あ、おや旦那様、本当に助けに来てくれたんだね。てか、手どうなってんの。暗闇の中に囚われている彼女は、縛られた上に手を金属の杭で貫かれ、壁に固定されていた。なんとひどいことを。これは抜いても大丈夫なのか。気はもう止まっているよ。大丈夫。これくらいの傷で死にはしないさ。いや、人間だったらおかしいんだよね、もう。ってことは人間じゃないの、こいつ。早う自由にしておくれ。あ、はいはい。金具の横のレバーを通すと、杭は壁からズボイって抜けた。ふぅ。歩けるか。わからん。肩を貸そう。優しいんだね。ウサギも、角、早う檻の外に出たい。そうだな。どうした？もう少しで檻の外というところで彼女は急に怯えて檻の奥へと。なんていうんだ。研修出してくださいね。べっこう鉢だ。うわぁ、かわいい。べっこう鉢。へぇ。べっこう鉢が、俺じゃないか。わらわを殺すつもりかい。
や、あの蜂はさっきから飛んでいるが、襲っては来ない。大丈夫だ。嘘をつくんじゃない、じゃないよ。ほれ、べっこう蜂がわらわを狙っておる。追い払っておくれ。小さな蜂に対してものすごい鳥です。ぶりだ。まあ、人によっては嫌な人もいるからね。なんともね。これも編集で出しておきます。とは虫が苦手な生き物だし、なんとも好きではないのだが、ただ怯え方が異常だ。蜂なんてさっさと飛び抜けてしまえば問題だから。いや、恐怖を感じている人にしたら、そうもいかないのか。正直、めんどくさい。おい、おい、お前、なんつうこと言ってんだよ。いや、彼女には見極案内をしてもらわなければいないといけない。あとはご勝手にというわけにはいかないのだ。わかった。蜂を追っ払ってくるから、少し待っていろ。本当かい？ああ、本当だ。なんと頼りになる旦那様じゃ。お願いいたします。こんなのただの雑用だが、頼られて悪い気分はしない。仕方がない。さて、どう追っ払ったものか。これじゃねえの？この棒に雲の巣を絡めて、簡易的な鳥、なっけ、鳥持ちだっけが。よし、一匹。二匹。あー、どだまい。オッケー。ふう、これで飛んでいる蜂はいなくなったか。べっこう蜂がいなくなったね。さすがだよ、旦那様。ふぅーふぅー、かわいいじゃないの。いや、こんなのどうということも。ん？どうしたんだい？なんか、あるの、腕はなんかあるかと思ったけど、何もないね。陶器のように白い肌、緑の黒髪。キラキラと光るガラス細工のような人も、介護の花とは彼女のためにある言葉ではないかと思えるほどに、目の前の女を美しくどこかあどけなく現実離れしていた。着物のような、これは中国のドレスだろうか。うん、上の部分が中国のあれが発祥かなって感じかな。見たこともない衣装をまとった、まるで人形のようである。いや、腹と頭に雲のなんかあれある時点で人形ではねえだろ。いや、綺麗だったのでつい見といてしまって。お上手やいな、旦那様は。しかしガラスの瞳はキラキラと光っているが、その輝きはどっか偽物めいたものを感じた。美しいがゆえに何とも気味の悪い女だ。褒めてもらえるのは嬉しいけど、そんなに認められては恥ずかしくてかなわない。ああすまん、夫人に慣れていなくてね。そうなのかい。べっこう蜂と勇敢に立ち回る男前じゃないか。旦那様に思いを寄せる女も少なくではないはずやえ。そうなの。軽い。いや、残念だが、べっこう蜂キリンの男は評価されたりしないよ。くきゃか、くきゃか！いつですか、それ。くきゃか。まあ、笑ってんだろ。そうなのかえ？わらわから見たら旦那様は男前だよ。この笑顔で一体どれだけの男と当てられたってきたんだろう。言ってる本人恥。方便と分かっていても鼓動は高鳴る。君は芸者かないかだろうか。芸者？ああ、芸者で構わんよ。日本人なのか。名は？何と言えばいいかな。好きなように呼んだらいいさ。何とも会話が噛み合わない。ああ、しかしそんなことはどうでもいい。よくねえだろ。彼女に出口まで案内してもらえばそれで構わないのだ。そしてこの美しくも危険な匂いを放つ女は、あ、クソ坊主、わらをこんなところに閉じ込めろって。やめなさいよ。それは仏様だ。君を閉じ込めた蝶とは多分別気だよ。坊主なんてみんな同じで分かりやしないよ。そうかもしれないけど、視界に入った坊主みんなに蹴りでも食らわせなければ収まるものも収まるのじゃ。よしなさい、罰当たりな。えい、話せ。規制は激しかった。リアイヒまあ、しゃあないよね。そうなってるんだ。なるほどね。なるほど。
何も言えない。まあ、結果、あの子、結構美人ですね、あの人、女性が。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。